リチャード・リック・ド・ブリンは、幻覚剤研究学際協会の創設者かつ、理事長である。1975年から1982年まで、フロリダ地域のサラソタで、英家を行うブラクサス・コンストラクションという会社を運営していた。ハーバード大学のケネディスクールにて、公共政策の博士号を取得し、幻覚剤と大麻の医療的な使用についての論文を書き、 また、修士論文は、ガン患者の吐き気の管理に対して、タイマの喫煙化、THC の服用化についての主要学者への調査であった。彼は現在ボストンにて、妻と3人の子供、2匹の犬と共に暮らしている。1987年にニューカレッジ・オブ・フロリダにて、心理学の学位を取得し、2001年にハーバード大学のケネディスクールにて、 公共政策の博士号を取得した。ニューカレッジでの卒業論文は、宗教体験を起こす幻覚剤の可能性を評価したマーシュレイハイドの実験の25年後の追跡調査である。またティモシー・リアリーによるコンコード刑務所実験に対する34年後の追跡調査も実施した。スタニスラフ・グロフと共に研究し、またホロトロピック・ブレスワークの史術者としての認定を、 初めて受けた最初の人である。1984年にサイケデリック研究を支援するためのアースメタボリックデザインラボラトリーズを共同設立し、1986年に MDMA を FDA に承認された医薬品とするための幻覚剤研究学祭協会を設立した。ワシントンポスト紙の元編集者であるトム・シュローダーの著書アシットテスト LSD、エクスタシー、癒しの力にて彼の生涯が紹介されている。リック・ドブリンは1986年に創設された非営利の研究団体幻覚剤、研究学再協会の創設者活理事長である。彼の専門家としての目標は主に処方医薬品として、しかしまた健康な人々の個人的な成長のための幻覚剤や、 大麻の有効利用を合法的に支援することであり、そして最終的には合法的に認可されたサイケデリック両方化になることである。ありがとうございます。